こんんにちは吉野さんアメックスのねプラチナカード14万でしょうん私もねアメックスのプラチナカードはね2015年から使ってるんですけども、まあ、結構なね年会費ですよね、まあ、私がつ使ってるのはダイレクトのアメックスプロパーじゃなくてセゾンなんですよねセゾンアメックスプラチナカードっていう、まあ、ちょっとジャパンブランドをかましてやるやつなんでちょっと安いんですよそれで,でもね多分年会費2万何千円とかするんですよね その他、私も今す、すでにプラチナカードしか使ってないんで、ブラックとかね、ブラックじゃないわ。ゴールとか、プラチナか。まあ、でもプラチナですね。プラチナをずーっと使って信用情報を貯めると、インビテーションブラックが来るらしいんで、それをね、待ってるんですけどもね、あと1年ぐらいかかりそうですね。まあなんていうんですかね、あのー、まあ、ステータスを買うみたいな感じになって、本当とバカバカしいお金の使い方の最たるものが、こブラックカードを持つことだと思うんですよ。しかも、 おお金金ををを使ううためのカードをお金を払って作ってて作もらうみたいなねこんなセリフどっかの誰かが言ってましたよね確かね36万ぐらいでしたっけアメックスのブラックカードは私はとてもじゃないけど来ないと思いますけども日本で5,000人ぐらいですあれ5,000人いて誰かが辞めるか誰かがお亡くなりになるかしてカードが余ったら次の方にインビテーションが来るみたいな感じですよねでなんかねちょっと私も思うんですけどもこの日本って国は 金持ちは増え続けてるんですよ豊かな人は減ってるんですよ妙な感じですけどもねじゃなかったらそのカードがねこんなバンバンインビテーション来るわけないですよね、うん、まあカードのお話はねまあいいとしてですよあのー、結構お金がかかるんで、うん、その前回お話したから二極化みたいなことを考えてみたんですけどもあのよく言うじゃないですかなんかこう身の回りのね5人の人を足して5で割ると自分の給料だよみたいなね あとはなんか自分の収入を上げたかったら人付き合いを変えるか場所を変えるかね仕事を変えるかっていうんですけどもまあそもそもこういうことに影響されてるうちはまだまだなのかなと私は思うんですよそれ誰と付き合おうがねどんな浪費家と一緒にいようが仕事が何であろうとも自分の稼ぎは関係ないよみたいな感じで突き抜けていかないと結局は言い訳に使って終わりなのかなと思うんですようんねこう冷徹なぐらい寂しいぐらいお金は正直で あの誰かかの役にに立つ人にしかお金が回ってこないんですよねだからすごくねいいことをしているようでもあんまり役に立ってない人にお金が回ってこないっていうのが原則でもちろん例外はあるんですけどもねすごく大事な役割なのにお金が来ないみたいなのがあるんですけども、まあ、シンプルに儲かってるのはお金を払う人がいてお金を払う人は高い価値を感じてるからというふうにね思うか多くの人がそのサービスを受けたいからたくさんの人からお金が集まってくるって考えた方がいいのかなと。 だからその詐欺っていうのは一番役に立たないっていうかねなんかよくわかんないフェーズなんですよね、うん、まあクレジットカードも結局は情報が流れていてこの人だったら信用できるんじゃないのみたいな例えばね借金2000万返して R34 のねあそうそう話ねちょっとこう途中で途切って申し訳ないんですけども多分吉谷さんの場合は YouTube を見てねアクセスが急上昇した方で R34 売りますみたいなところから来てるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、あの、インビテーションは私のところにも派手に来るんですよ。何かと。でも、来るのは、あのー、プラチナカードを持ってる会社からこ来ないんですよね、うん。だからそういうカードじゃない、なんか楽天とかね、他何ですかっけ、聞いたこともないのはカード会社からはね、あのー、当たりましたとか言ってね、特典ですとか言ってきますけどね。まあ、クレジットカードも、 どう頑張っても3枚持てばもう十分というか。最近はペイペイを使ってばっかりなんでカードすら使わなくなってきましたね。うん、まあクレジットカードなり、信用情報なり、お金の流れってのは、まあ日々変わっていくなと思った次第でございます。では、いってらっしゃい。